それでは帝国になりましたので始めさせていただきます。えー、超党派 WCH 議連、えー、始めます。それではまずは原口代表お願いします。皆さんおはようございます。今日も朝早くからありがとうございます。またあ政府の皆さん、それから、えー、アドバイザーの皆さん、議員の皆さん、本当にありがとうございます。皆さんのお力でだいぶ広がってきました。えー、平沢共同代表ともとも皆様にお礼をまず申し上げたいと思います。ただ 状況はかなり危機的ですね。えー、フランスの状況を見てみても、ああいう形に自由の国のフランスがなるってちょっと信じられないですね。やはり恐れを元にして世界がいかにこのコロナで分断されたかというその調査だと思います。今日私たまたまあの衆議院の予算委員会の分科会で外務大臣と質問いたします。この IHR それから。えー パンデミック、もう条約っていうのをやめようと思います。これ合意ですね。パンデミック合意。で、今日はは限られた時間でございます。今日、委員会が一斉に立っておりますのでえ、限られた時間でございますが、ぜひ、身のある中身にしていきたいということを申し上げて、皆様へのお礼とさせていただきたいと思います。また、お手元にですね、井上正泰先生のご本、先生が配っていただいています。えー、WHO 脱退、 なぜ医師の私が命がけで WHO 脱退を呼びかけるのかと、まさに私たち、WHO が正しい組織であれば、私たちはこういうことをする必要ないわけですが、少し歪んできているのかなというふうに思います、えー。ぜひまた今日先に進めるような議論になることを、一斉にこれ、ライブで配信してますんで、えー、冒頭申し上げますが、役所の方は絶対に移さないようにしてください。そして彼らも頑張ってます。 もうこの間いろいろやりましたけど本当に今ジュネーブでも戦ってくれてるっていうことをご報告してえー、皆様への冒頭の挨拶に変えたいと思いますどうぞ頑張っていきましょうよろしくお願いしますえー、続きまして神谷事務総長お願いしますはい、えー、皆さんおはようございますえ早い時間からお集まりいただきましてありがとうございますえー、今原口さんの方からですねあの少しずつ広がってきたというふうなお挨拶ありましたけれども でもなかなか広がりませんね、このことが。で、SNS でなんでこんな広がらないのかということでずっとまあ考えておりましたところ、まあ、最近あの、ロシアのプーチン大統領にもインタビューしたタッカー・カルソンさんの番組でですね、えー、まあアメリカのそういう情報関係の方、出てこられて、やはり政府ぐるみでですね、SNS でこういった情報が広がることをブロックしているというふうな話、まあ、これ100%正しいかどうか分かりませんが、 でも、確かに我々はこういったことを SNS に書くとですね消されたりとですね、あのー、いろんな注釈がついたりしますよねで我々は特にあと陰謀論だとかですねそういうレッテルを貼られたりもしますそうではなくてやっぱり事実ベースに基づいてしっかりこうやった、あのー、国の行政機関の方とも話をしてですね、えー、確認をしながらですね進めていくっていうことが非常に大事だと思いますので海外の知恵だけ持ってきて、えー、言っててもなかなか広がりませんのでぜひですねこういった地,の足の地に足のついた議論をこういった場で皆さんと一緒に に進めていきたいと思います。今日はよろしくお願いします。ありがとうございます。えー、続きまして、えー、この W. H. O. パンデミック条約世界保健機構。この規則改定、まあ、これまでの経緯と今後の見通しについて、えー、お聞かせください。その前にアドバイザー。あ、林<あ>先生あ。あ、じゃあ、はい、お願いします。はい。おはようございます。 えー、私、あの、近現代史研究家ですが、あの、ロバートケネディジュニアのですね、著作のアンソニーファウチ。えー、などを日本に紹介したりしております、えー。厚労省の方にですね、国際保険規則 I. H. R. 改定についてお尋ねいたします、えー。改定 I. H. R. と呼びますが、それは現行の憲法秩序とですね。大きく矛盾する内容を含みます。えー、詳細は、あの。 資料配りされてますかね、えー、お配られた A4 版の資料を見ていただければと思いますが、厚労省の方にもお配りされてますかね、はい、えちょっと割愛しますが、えー、国会による、ですねよって国会によるチェック機能を働かせることが、国民主権を基本原理とする憲法の要請です。えー、また新たな法的文書ですね、今、あの原口さんが言われた、いわゆるパンデミック合意、パンデミック条約。 この改定 IHR ですね、この2つの国際約束ですね、えー、これの枠組みはですね相互に補完し合うものと位置づけられていますが、えー、憲法第73条3号にいう国会の承認を要する条約の範囲についてのいわゆる大平三原則によりますと、えー、法律事項や財政事項を含む国際約束は、条約という名称であるか否かにかかわらず、 えー、国会の承認をご存じのように要します。えー、新たな法的文書、いわゆるパンデミック合意だけではなく、えー、改定 IHR の方もですね法律事項やあ財政事項を含む国際約束になるのではないかと考えられます。以上から改定 IHR の方も国会の承認が必要ではないでしょうか。えー、ご認識、厚労省のご認識とその理由をお聞かせくださいというのが1問目でございます。えー、2問目 えー、バイデン政権が主導する海底 ihr の提案の中で加盟国の義務の義務を履行するですね義務義務の履行を監視する実施委員会遵守委員会コンプライアンス委員会の新設ですね53条は目玉であると当初からアメリカ等でも言われています、えー、この後者の方は非政府組織の代表者も出席発言可能で例えば ビルゲイツ氏のような立場の方もありかというふうに言われてます今回このような委員会を特段に新設しようとすることの狙いをご存知でしょうかお聞かせください三番目、えー、第二回議連でですね厚労省の課長さんの方だと思いますが修正提案の最終版を少なくとも四ヶ月前までに事務局長が全3カ国に伝達しなくてもですね えー、IHR55 条2の条件が満たされると WHO 法務部が判断したと述べられました、えー、WHO 法務部がそのように判断したのはいつですかまた WHO 検証とルール・オブ・プロシージャーが判断の根拠になっている旨を第3回議連で述べてますがそれぞれ第何条ルールいくつでしょうかポイントだけいきます4番目 えー、日本が何ら民意に基づかずに共同提案した、えー、ご存知の2022年5月の IHR59 条の改定すなわち発行拒絶または留保のための期間の大幅短縮は2022年5月28日に総会で採決が行われましたが前日の27日に A 委員会において修正提案の最終版が決められました。えー A、委員会の議長は 厚労省国際参与で、ゲイツ財団と関係の深い、グローバルヘルス技術振興基金会長の永谷弘樹氏です。ご存知のとおりですね、えー。その際ですね、あ、失礼、前日の27日にこの A 委員会で、えー、最終盤が決められた際の A 委員会における議決時に過半数の出席がありましたかこれをお尋ねします。5番目。 WHO 事務局長がこの59条修正提案の最終盤を全3か国に伝達したのは5月28日の総会の何日前ですか6番目 IHR59 条の改定を拒絶または留保した国はご存知のようにイランニュージーランドのほかどこがありますか2か国は拒絶ですねそれらの国,国益に基づく拒絶や留保を 厚労省はどう評価していますか厚労省は第2回議連で拒絶留保に関して国際化で検討すると回答しましたが何ら民意を聞くことがありませんでした拒絶留保を排除する姿勢は2022年5月から一貫して不変だったのでしょうか今年5月の総会における IHR 大改定後の拒絶留保の検討手続きにおいても民意や国会を無視して 国際化のみで検討するのでしょうかタブコメ等の心づもりはありますか最後です、えー、厚労省の行動指針では国民一人一人の立場に立って考え行動します分かりやすい言葉で広く情報を提供し開かれた行政を目指しますと謳われてます、えー、厚労省の皆様はあ WHO の言いなりではなく国民の側に立ってその命と健康のために働いてきたいただきたい 4月13日にはですね、都内でもデモが行われます。引き続きどうかご尽力お願いいたします。あ、すみません、最後は質問じゃなかったですね。恐れ入ります。6点です。はい、あ続きまして井上先生お願いいたします。えあの私もあの質問事項は。 ほとんどあの林先生と同じことを質問したいなと思ってましたけど、今日ほとんどキーポイントのところはあのご質問いただきましたので、それをきちっとあの一つ一つあのご検討いただきたいと思います。あとはあの今日議銀さんの方にはお配りしてますが、私、半世紀前にのワクチンの安全なものを作ろうということから研究をスタートしました。 そして、このパンデミックが起こる直前まで、今回も出口はワクチンになるというふうにまあ信じてたんですけれども、これは遺伝子ワクチンになったということで、この半世紀間の,の進歩をばーっと勉強してますと、これは根本的なところでボタンのかけ違いを専門家がやってしまったと、大変なことが起こるということで、情報発信をしてまいりまして、それで先ほど原口先生がご紹介いただいた まあ、医者でありながらあの WHO というのはもう医師にとってはも非常に重要なの組織ですけども、まあ、まさかそれを日本が脱退しなければ国民の命が守られないような状況が来てると、まあ、そういうことでこの本を研究出版しましたからぜひこれまたあの多分ブが少し余ってますので外務省と厚労省の皆さん方にお読みいただいてぜひあなたたちが日本人の 命を守る最後の砦りなんだということを思い出してあの頑張っていただきたいと思います。特に今月の14日にフランスの議会下院でこのメッセンジャー RNA ワクチンに関する批判や拒否を接種拒否をするとあの、まあ、罰則になるとそしてこれはあの刑務所に入れられたりあるいは罰金としては727万円ぐらい。 の罰金刑が科されるということが、実はの否決されてたのが次の日にまたもう一回同じ議題を蒸し返して強行突破してしまったと。ちょうど日本の LGBT 推進法案が通ったのと全く同じことがあの自由の国フランスで起こっていると。これ、は我が身でやがて厚労省や外務省の方々のお子さんやお孫さんにね、 同じことが起こってくるということをのご認識いただいて、ぜひの国民の側に立っての我々をの守っていただけるような仕事をお願いしたいと思います。以上でございます。では村上先生お願いします。はい、えー、皆様んよろしくお願いします。えっとえあで私が質問したい内容林先生がもうあのえ,えあの言われましたので、えー、っと一つだけ皆さんにですね。 お話ししたいこともありまして、あのメッセンジャー型,ええ型えええワクチンは大失敗だったとえっていうふうな認識、えーと、そういう認識が世界中で広がってまして、えー、とでもう一つの問題は、レプリコン型ワクチンというです、ね、非常にハイリスクなワクチンが実現しようとしているわけですけれども、おそらく WHO はもう一度失敗すると思います。こういうハイリスクなです、ね、ワクチンがえ、えっと、現れ、 た多分また失敗するだろうということなんですが、その話を少しだけちょっと、はい。よろしいでしょうか、あのええ、一つの大薬街になったということは、もうあの欧米でも一つの明確な事実です。おそらく我が国だけって もう約40万人ぐらいなくなったんじゃないかということなんですが、もう一つはパンデミックがですね4年目でも終わっていないということですので、えっと、これだけでも WH は失敗したというふうに思っています。それでもう一つの新し,新しいです、ね、リスクは、ですねレプリコンワクチンというふうなものがですね、えっと A、問題は日本が初めてこれを実用化しようとし,しているポイントなんですね。えっと、増える 増えるエムアレル型ワクチンなんですよ。今までの従来型は打ったらばそこから増えないんですが、今のものは増えてきます。で、増えるんですけども、もう一つの問題はですね。あの、えっと、エクソソームっていうふうな粒子を細胞が放出しますので、あたかも人工のウイルスにのようになって広がっていくというふうな問題があって。 これを実用化してしまいますと、もう一つ新しいパンデミックがです、ね、生まれる可能性があると、えっと、いうような実態を迎えています。それで、あの我が国は、えっと、欧米に先駆けて、それを最初に実用化しようとしているんですが、本来だったら WHO はこのリスクをちゃんと評価してです、ね、ストップしないといけないはずで,で、もちろん遺伝毒性は評価していませんし、 発言性も評価し,していませんし、人から人へのです、ね、広がる能力も全く評価をしていないんですが、WHO の、えー、とお金がどこから入っているかが問題で、ワクチンメーカーから入っていますので、でその組織が今後ともあの中心にです、ね、いると同じ失敗をです、ね、延々としていくと思いますので、あの僕はあの仕組み全体をしっかりと見直すのは重要だと思います。それれでで日本なんですけどもでこれ非常に 大きな問題で、新しい A 型ワクチン工場が日本中にこれは建設されておりまして、おそらく世界中のです、ね、問題の一番最先端だということになっていますので、あのそういう認識をです、ね、皆さんにお持ちになっていただきまして。 厚労働省の皆さんもですね、いかにレプリデプリコンワクチンがですね、あの危ないかというふうな認識を持ってほしいと思いますし、もう一度ワクリのですね役割見,見直すというふういうふうなことをやってあのいただければと思います。以上です。はい、柳澤代表お願いします。ワールドカウンショルヘルスジャパン代表の柳澤敦夫と申します。おはようございます。 ああのまワールドカンシヘルスの方でもですね今、例えばアイルランド議員の方とのこういうプレゼンテーションとかあるいは WHO の加盟について歴史的な追い出をしながらやっぱりそこの問題点とかい,まいろんなことをしてまあ各国も今議員の方たちとの連携を務めていますけども多分、日本のようにこういう形で議員の先生方がまああの厚労省や外務省などという形では多分、一番、えー あの進んでいると言いますか、一番情報という意味では、あの、えー、進んでいるのかなと思っています。ただ今、あの、お話しあったように、もう、えー、共闘法を守らなきゃならない。このままでは、やっぱり未来の、えー、日本の未来の、えー、国民の健康、などかかっておりますので。ぜひ、ここで、あの、守っていただきたいということで、どうぞよろしくお願いいたします。以上でございます。あ,ますあ、では、岡田先生、お願いします。 ありがとうございますあの。私が最も懸念しておりますのは公衆衛生サーベランス、いわゆるその監視システムについてなんですけれども、まあ、IHR 改正案の第44条においてその、あの監視システム等の能力を強化することをあの先進国が推進しなければならないということで、まあ、どういったあの能力が具体的に求められているのか、その 監視システムに関しては、ですねやはり半導体など、多くが、多く、その IT の分野の技術が関わってくると思うんですけれども、まあ、どういったハードウェアが求められているのか、そういったことが悪用されて、ですね人権に関わる問題に発展しないのか、そういったことをまあ厚生労働省さんですとか、まあ、外務省の皆様にしっかり考えていただきたいなと思っておりますありがとうございます。 おはようございいいいまますすすジャーナリストのガナー雅子です私ので私方かから何点か質問させてたただきたいと思います2月5日に行われましたワーキンググループ IHR の7番において厚労省の担当者が発言をされましたその中でミスインフォメーションディスインフォメーションが懸念されるとそこでビューロに対してテキストを公開してほしいというリクエストを出しておりました えこの発言を受けて、厚労省として何がミスインフォメーション、ディスインフォメーションと捉えているのか、それを教えていただきたいと思います。また、えー、日本政府が IHR の改正案の原案を公表しておりません。これはいつ公表する予定でしょうか、あるいは公表しないであれば、世界で日本だけが原案を出していない、その理由を教えていただきたいと思います。えー、次ですが、IHR55 条に従い、 2022年の改正は無効という指摘がなされております。これはオランダやさまざまな国が公的な場で WHO に文書を送るという形で指摘をしております。日本政府としてこれが無効でいないというスタンスを持つのであれば、その根拠を出していただきたいと思います。また、今年5月、えーえー、保健総会で改正を予定しておりますが、 その5月の改正のためには4ヶ月前の1月22日までに文書を提出しなければなりませんでした。その期限を過ぎているということは、今年5月の改正はできないということであります。それにもかかわらず、ミーティングを継続し、5月に向けて改正をしている文書の根拠を示していただきたいと思います。 そして最後になりますがこのような公の場での質疑ではなくここ個別のジャーナリストの取材を受けていただけるかどうか厚労省外務省にお聞きしたいと思いますありがとうございます、えー、続きましてあの議員先生方で、えー、質問ある方いらっしゃったら挙手をお願いいたしますどうぞ挙手してないね はいじゃあ先に出ますのですいませんあの大事な会議を途中で退出しますので私の問題意識を少し、えー、と皆さんにお伝えをこんなにいっぱい <laughs> しておきたいと思います。あの私はそもそももこの I H R の IHR 改正、まあえーと 規則の改正やパンデミック条約を語る前にというと変ですがそもそも日本の厚生労働省はこの,この度のコロナワクチンの引き起こしたさまざまなまあ薬害と言っていいと思いますけれども状況についてどう認識しているのかあの いろんなことが前に前にと進んでいますがやはり現実に起きたことをきちんとあの私はそのワクチンがある意味で、あのー、まん延防止という名で強制されたことこれはまん延防止効果はないということをもう 100歩譲って重症化予防効果があるケースもあるかもしれないくらいでまん延防止といって強制したことによって著しい人権侵害や被害の拡大が起きたのではないかと思うのですそうするとこれまでの予防接種法の改正で、まあ、本人の意思同意それにあるための十分な、えー、情報の提供 そういういいとところもななかかったのではないかと今どんどんお亡くなりになった数も積み上がっていますしどれ一つきちんとトレースされていないと思うんです。でそういう上に次の話を重ねていってもですね結局本当の国民の幸せ世界の人々にとってそうだと思います。それから人種差を無視して各国の 知見も行われていない、いいなな新しいワクチンでああるとか、いろんな問題があります。私はもともと小児科医ですので、まあ、これによってワクチンの忌避ということが起こることを逆に懸念します。有効なワクチンそしてきちんと選ばれるワクチン子どもたちの健康のためのワクチンそのことを国民が誤解しかねない。 やり方になっていいると思いますのでどうかこの、まあ、条約や規則の改正という前に厚生労働省としては薬害エイズにも並ぶこの問題をきちんと検証してペーパーで出していただきたいちなみに私もいろいろ見ていますが抗体価の上昇一つきちんとしたデータなくまた抗体価が上がれば感染が防止されるかのデータも何もない。 思いますくれぐれもこういう形で安易に前のめってまあ、条約とかは文章を作ればできますでもそうじゃないと思うんですね真の目的は国民の健康を守ることにあるそれは世界の人々の健康ですそれから外務省にもお願いがありましてあのー、例えばです翻訳の 言葉一つ、非常にに安易に使われていると思うのです。今日いただきました資料の中でも例えば2021年の3月に25カ国首脳が共同で条約の必要性を訴えたって、まあ、条約って使いますけれどこの原文は決して条約とはなっていません。な、まあ、何らかのアグリーメントという意味で使われていたと思います。 でも言葉ってそれを使うと一人歩きするので常日頃から外務省の翻訳される国際会議の文章の訳語っていうのは私はとても意図してかどうかわからないけど操作的になってしまっていると思います。正しい知識がみんなにに伝わるようにあの是非 心がけていいたただきたいここでは条約の必要性を訴えたっていう一文にまとめられてこれは何度見てみても原文はそうではないと思うのです外務省もすごく忙しいと思いますネズの交渉に臨んでおられるのでそこに負荷をかけるような申し訳ないと思うけどしかし国民にはこの言葉が一人歩きして変な話ですけどもみんなえ条約 それは義務を伴うでしょう人権はどうなるのってもうそういう三段論法で飛んでいきます情報を正しく伝えることも行政の大きな役割厚労省も外務省もぜひそのようにお願いしたいと思います以上2点です お話をちょっと今日はぜひとも答えていただきたいなと思います、はい、ありがとうございます、はい、はい、ええー、お役職の、えー、方々ね、ご苦労様でございます本当に来ていただきましてあの厚、ー、生労働省の人にちょっとお聞きしたいんですけども その消化死亡が40万人出てるんだっていう話がよくこの頃聞くんですけども、これは本当なんでしょうか、そしてもしそうであれば、こういう原因が考えられるってことは、あのだいぶ把握をされているのか、あるいはいそんなことはないんだということなのか、そあるいは今、えー、それを調査してるんだと。 いいいいいううここととなのかそこら辺を教えてたただきたいというふうに思います何か、えー、このがんになる人がすごい私の近くで多くてこの頃ちょっとあのショックを受けてるんですよね。それがこのこととつながるのかどうか私は分からないけどもあの現実に本当にがんなる人が私の近くでは えー、こんな元気なやつがなるのかっていうのが何人かちょっと実は見受けられるものですからお聞きしたいと思います。いやすみませんあの、たくさん質問が出て役所の方大変だと思いますが、まずちょっと議員3人から出た鈴木先生がこの間お話しされたことですけど、お答えいただいて、<laughs> まず松木さん、鈴木先生、それから阿部さんの順でお答えいただいてよろしいでしょうか。はい では外務省からよろしいですか、はい、ありがとうございますありがとうございます すみません、えーと。外務省の国際保険戦略監視の指摘事務課あ、すみません。座って失礼します。山川と申します。いただいた質問に、えー、関しまして、その端的にお答えできればと思います。えー、とまず、えー、ちょっと順不動になるかもしれませんが、その IHR、開催 IHR です、えー、ございますけれども、あのそのお、まあ、国会承に必要なんじゃないかという点でございますが、これは以前この議論、この議連でもですねあのご説明させていただいたことあるかと思いますけれども、まあ、WHO 検証で、 国際保険に関するその規則でございますけれども、まあ、それを加盟国はま遵守するということがさあのまあ定められておりまして、まあ、その観点からまあこれまでです、ねまあ、あの条約、国会承認はまああのいらないと、あのまああの行政的な手続きを定めたものであると,ということで、ちょっと整理されているところではございます。ただ、他方でまあご質問の趣旨、その背景にあるものとしましては、まあ、あのしっかりあの説明をやっぱすべきじゃないかと、まあ、そういうこと,ところだと思いますので、その点は、あの え必ずしもその国会でのご審議ということでなくても、情報発信についてはあのえしっかり取り組んでいきたいと思います林先生のは、大平三原則に反するんじゃないかということですから、はい、WHO との関係じゃなくて、大平三原則との関係で説明。 はいえー、と大平三原則の関係で言いますと、その,の IHR 規則というのが、まあ、あのその行政的なその手続きに関するということで、えーまあ、従来からの整理ですと、まあ、先ほどあのご説明したとおりでございますが、ちょっとご指摘の点に関しましては、ちょっとかなり法,律あの法的なあの精査も必要かと思いますなかなかちょっとこの場ですいませんあの、えー、大平三原則の関係でということでございますと、ちょっと説明するのがなかなか困難でございますが、ちょっといただいた質問は、ちょっといただいてあの持って帰りたいと思います。 そうしましたはい。今日外務大臣に質問しますから、これ、憲法との関係なんで、そんなあの後回しにしていい話じゃないんですよね。ちょっとねそうしました。その次の質問でございますが、えっ、ー、と、ね、えっ、ー、と、すみません、ちょっとすみませんね、ね元のメモが。

公表してまますすけれどもすいませんちょっと今日その統計情報部というか担当部局いませんので、正確にちょっとお答えすることはできません、すみません。ここは藤江さんがずっとあの追及されてるんで、藤江さん、一言どうぞ。はい、超過死亡に関してあの、YouTube 等で発信しております、藤江と申します。よろししくお願いいますす万人という話なんですけれども えー、まず超過死亡というのが、あのまず、えー、厚生労働省やあの国立感染症研究所が予測値を設定してますよね、それから超えた数があの超過死亡なんですけれども、えー、2022年が約あの12万人ほどでした、大変なことですあのあの予測される死亡数より12万人ぐらい死亡が増えてしまったんですね。で2023年がほぼ、えー 2022年と同じぐらいの実際の死亡数なんですけど、えー、超過死亡数でいうと2万人ぐらいになってしまってですね。これは明らかに、ですねあの超過死亡の予測値が引き上げられていて、えー、超過死亡が、まあ、起きていないかのように、ですね実際にはものすごい死亡数、記録されてるんですね。これが今、あの予測値が私からするとまあ不当に上げられて、えー、この死亡が増えてるという問題がですねあたかもないかのようにされてしまってるんではないかと。 感じております実際に私、国立感染症研究所の脇田所長ともお話ししたんですけれども、超過死亡について、えー、去年の10月でしたが、お伺いしたときに、えー、超過死亡、今出てませんけどとおっしゃったんですね、これだけの大変なことが起きているのに、感染研の所長が、まあ、国民がです、ね、質問したときに、出てないですけどという答えるんですけれども、本当にこの真剣にですね、えー、国民の命が、まあ、原因不明で、 10万人規模、20万人規模で亡くなられていることに向き合ってほしいなと思っておりりまますありがとうございました厚労省は今日お答えになれる方がおられない、まあ、しょうがないですよね、今日う、ジュネーブに行ったりいろいろなんで、また松木さんはじめ、僕らにお答えください、あの小さな町でもです、ね、たくさん亡くなってたり、でもう認定されて、あのこの注射で,です、ね、亡くなってるという方も、私の佐賀県だけでも、タラっていう町では2人もう亡くなってます。 小さな人口で、こんだけなくなるというのは異常だと思います。じゃあ、えっと、次、安倍さんの質問に対してお答えできますか。それから鈴木先生。どうぞ。あじゃあ えとすませんあの先ほどちょっとあの、えー、ご質問いただいた、まあ、その条約という言葉のお話でございますけれども、まあ、あのこれはどのような方形式になるかというのはまあちょっと決まっていないと,ということでございまして、その外務省でもそのお、まあ、パンデいわゆるパンデミック条約という言い方をしておりまして、なかなか、えー、そのままです、ねえー、現在まあ使われている WHO の,の新たな法的文書という言葉を使うと、まあ、ちょっと逆に分かりにくいであろうと、何のことを言っているか分からないのではないかということで、まあ、便宜的にちょっと今、パンデミック条約ということで、 使わていいいるととうこでござます条約といいましても、例えばですね、アグリーメントとかトリリティとかいろんな英語ございますけれども、その用語につきましては、アグリーメントという用語で条約ということもございまして、したがってなかなか一対式で対応するものではないところがちょっと難しいところでございますが、現時点の趣旨としましては、便宜的に分かりやすく あの表現することの方が、まあ、あの重要であろうということで、まあ、ちょっと条約という用語を使わしているというのがその実態でございますだからこそ、最初の林先生の質問に戻っていくわけです憲法73条に反してるんじゃないですかと、大平原則から外れてるんじゃないですかと、そこがそ,のそれぞれの都合によって外れたり、あるいは入ったりしたら、まさに国会はないきがこときものなということをお分かりだと思います。もう一つのの安倍さんの質問 今まで失敗したでしょうと、実質強制してきたでしょうと、まん延防止効果はないでしょうとで、僕にもこの間、質問で答えてるんですよね、えー、予防接種、例の接種の、えー、重症化予防効果、これはこれから調べますと、それから感染予防効果、これも調べますと、これはもう国会で答弁してるから、安倍さんの質問に対してどうぞ、その後ガナハさん、続いて、岡、えー、田さんというふうに答えてください。 あの先ほどワクチンの関係でご,せあのご質問いただいた件であの、ちょっとかなり細かい話があのいろいろございまして、あのちょっと担当の係とかいろいろ細かく分かれて、すべてお答えするのはなかなか難しいんですけれども、あのまあ、全般的に申し上げますと、あのワクチンはあの、まあ、最初はの、 えと薬事の方であできちんとあの有効性、安全性を、まあ、確認して、あのまあ、承認されまして、まあ、その後あと、また別の,あの、まあ、審議会の方でで、すねあのさらにあのこの,あのワクチンの,あの、まあ、効果なり、まあ、安全性なりとかですね、まあ、そういったのを、あとあの海外の動向とか、そういったのを。あの えまあ総合的に見て、接種のまあ可否をまあ判断しているというような状況でございます。で、あとちょっと待ってくださいね、<あ>だって、効果を皆さん、言えないのに、接種の可否を判断するっていう、じゃ判断した文章を出してください。感染予防効果、あるいは重症化予防効果、これ、確認できなかったと、私に答えてるんですよ。 あなたがおっしゃってるのは知見レベルでしょだから松木さんが最初言ったように、が、うんになる人が周りに増えてるんだと、あるいは突然亡くなる方が増えてるんだと、そういったことを検証するように法律書いてあるんじゃないですかあるいは付帯決議の中にもちゃんと入れてるんじゃないですかそこを聞いてるわけです、安倍さんは。どうぞ。 接種で今起きていることですね。あの、死亡者も多いし、これまでにない数ですから、それについて正式なコメントをいただいた方がいいと思います。すねはい、だからもう一つだけごめんなさい。番組長に態度の質問で恐縮ですが。 の w の WHO の新たな法的文書って英文ではどうなってますかそしてここにポーンといわゆるパンデミック条約っていう和訳が出てくるんですね私はここがボタンのかけ違いの始まりなんだと思いますで外務省がここでパンデミック条約って使いたいならばそれは法的拘束力を持ってですね 当然国会同意ももも必要 IHR ででであっても何でもですなぜここで私何度読んでもこの原文、w、ちょっと今日持ってきてないので教えてほしいですけれど WHO の新たな法的文書っていうあの英文のもとが急にっこいわゆるパンデミック条約になるところがわからないのです。そんなことは書いてないと思うんです。 なぜこういう訳し方をされたのかそれを教えてくださいとそうするとね国民はもうだってたばこ条約と同じ条約かってもこれ一連の申し訳ないけど捜査になってしまうわけですだから非常に今国民の中にはもう本当飛び越えた議論が行われていますでもその大元って私はここにかっこいわゆる パンデミック条約ってされたところから生まれてるんじゃないかなと思うんです。WHO の新たな法的文書って何て書いてありますか、英文で。質問ありがとうございます。 えとまあ、あの資料にございます、まあ、だあのあのいろいろ PPR に関する WHO の新たな法的文書でございますけれども、この、えー、とです元の英文は、ね、WHO Convention Agreement or Other International Instrument on Pandemic Prevention, Preparedness and Response を略あの略でございます。でまあ、あのこれを、えーとまあ、そのまま訳すと、まあ、資料にあるものに、えー、ございますけれども、まあ、これをいわゆるパンデミック条約と、まあ、便宜的に、まあ、現時点では、 保障しているわけでございますけど、まああのその理由としましてはまあ、そのえー、まあ現時点でですね。まあ、一般的にあのまあメディアも含めてですね。あのよく使われているのが、まあパンデミック条約であるということで、ま1、あ、番わかりやすいであろうとということで、えー、この予後、あの便宜的に使っているということでございます。で、また、あのえー、といずれにせよ、その何らかのですね。法的文書。 をあの、まあ、作成すべきだろうとということで、まあ、あの議論がなされておりますので、まあ、そういう意味ではあの、えー、何らかの国際約束、まあ、法的文書ですね、えーえー、であるものが、まあ、あの目指されているということでございます国家省に関しましては<あ>ちょっと待ってそ、はい、う,うだったらカッコはいらないでしょうコンベンションって書いてあったとそうならそうで協定ですからここにね条約っていう言葉をなぜこういうふうに訳したのか それが私が外務省が国民に何かね国際会議でやってきたことを伝える時のボタンのかけ違いが起こるって言ってるんです。だっていわゆる国民に分かりやすいですか逆に誤解を生んでるんじゃないですか。強制力を持つんだったら何度も言いますが国会の承認が必要ですよ。ででもそこは曖昧で ここカッコしてパンデミック条約であとは全部これ一つ一つ原文と照らすとやっぱりすごく私は意訳思い込んだ役があると思いますその上に議論させるっていうこと自身がそれは意図してかどうかは分かりませんでも皆さんは分かりやすいって言ったけどようかえって誤解を招きますそして国民的な合意 国会承認が必要なものという意味で使われたなら、そのように伝わるように。今の説明だって曖昧ですよね。何を意図しているんでしょうか何を国民に伝えたいんでしょうか本当にこの言葉がポーンと出てくるんです。それまでのこう流れの、あと違ってというか、親切にそう訳したのかもしれない。 けれども、それは一人歩きして誤解を生み、混乱になって、不信すら生んでるっていうことは、外務省として自覚していただきたい、本当にね、時差の中、努力してるのはよくわかります、国際会議は大変です、昼夜逆転した中でやってるんですから、でも、どんな役を持ってくるかで違うと思うんです。もう お分かりそれでまあそもそも WHO に法的拘束力のある文章を書いてほしいなんて誰も思ってないです。村上先生がよくおっしゃいますけども失敗した組織がさらに大きな権限を持ち大きな官僚機構を持ちそしてその後ろが特定の製薬メーカーであったりあるいはステークホルダーだった日にはですねそれはプランデミックになるんじゃないかってみんなが思ってるわけです。 でちょっと時間が限られてきましたんで、あのえー、ガナハさんと、それから深田さんの質問、それからあの残りの質問をお願いしますいしょうがない。鈴木先生がおっしゃったことについても答えてください。はいえー、っと厚労省です。えー、っとあすみません、えーっと、ご質問いろいろありがとうございます。 えー、まずですね、あのー、最初から申し上げますと、えー、とその修正提案、えー、1月までにという話ですけれども、これはあのーまあ、前回、えー、ご説明、えー、したとおりですけれども、あのーまあ、1月までにパッケージ案を出すということになっていましたけれども、まあ、これは困難ということで、まあ、引き続き5月まで改正案の議論を続けて、 総会に提出するというふうなことをまあ決定しています。で、これがいつかということですけれども、ちょっと今、担当も現地に行ってますので、いつかっていうのはちょっと分かりませんので、また文書なり何なりでえっとお答えしたいと思います。それから、えー、日本が共同提案したその A 委員会で、えー、過半数の出席があったのか、これもちょっと今すぐには分かりませんので、これも後で。これ、えー、このだ聞いたことなんです。前回 前回聞いて、次までに出してください。だから鈴木先生がちゃんと答えなさいとおっしゃったんです。これ、第3回で聞いてるんです。すいません。せんあのあ、ちょっとすぐ、あの、ちょっと調べて、かあの、書い,いるわけだからて。 なんいいでそれ答えない、ね、調べてこ,ない、ね、これ、ほの国会議員もですね、出してるんですよ、質問をね、よその国の国会議員も。で、WHO が答えられてないわけです。で、今おっしゃったけど、あの期限に間に合わなかったからってさらっとおっしゃるけど、それって IHR のそもそもの違反じゃないかっていうのも前回聞いてるわけですね。 すいません。申し訳ございませんした。あの、ちょっと前回のも読んで、えー、ました。すいません。あの、ちょっと直ちに調べて解除します。あの、今日ちょっと担当者、あの、ちょっとジュネーブ現地にいてまして、えー、申し訳ございません。私もちょっと前回の、あの、詳細を、あのー、完全に把握しておりませんで、すいませんでした。えー、っと、それで、あとは、えー、っと、ですので、5月28日は何日前かとか、まあ、そういったこともちょっと今、えー、わかりません。それから、 えと59条で、えー、イラン、ニュージーランドのお話ありましたけれども、まあ、いずれにしても59条の改正についてはあのパンデミ、世界のパンデミックの対応を早くするという観点で、えー、59条の,その改正ですね、2年を1年にするという改正を、まあ、あのこちらとしてもその賛成しているという立場であります。それから、えー まあサーベランスですけども、基本的には、サーベランスはあのまあご案内のとおり、今、インフルエンザとかですと、定点で把握しておりますけども、非常にその強力な重症性、重篤性の高い、しかも感染力の高い感染症、コロナみたいになりますと、全数報告とか、とにかくその感染症の状況も何か分かりませんので、それを早く把握しないと、感染拡大が防げない。 重篤かどうかわからないということで、まあ、そのサーベランスシステムをちゃんとやっていくと、それ具体的に、詳細はちょっとまた確認しますけれども、基本的にはその感染症を把握するためのまあシステムということでと考えています。 感染症を把握するための観測である場合、英語ではモニタリングという言葉を使うはずで、サーベランスという言葉は監視という意味に使われるんですよね。なので、あのそもそも役がおかしいのと、その解釈も役が間違っているので、その解釈もちょっと異なるのではないかなというふうに、えー、印象を受けましたけれども、えー、いかがでしょうか。 ちょっとその点も、あのえー、感染症対策部の,あの感染症対策課が今日ちょっと来てませんので、ちょっと改めて確認します。ただ、あの趣旨はですね、まあ、そういうことで、えー、あのちょっとサーベランスって言葉を使ってたと思いますけれども、ちょっとか確認します。いや、そこはね、はい、サーベランスで我が国もあの世界に貢献しましょうと、監視チップを作ったり、もう、なんとかな、この、 パンデミックアグリーメントとかいうのは、あなたここでやってくださいね、ここでやってくださいねっていう、そういうなんか投資協定みたいなものなんです。だから、あなたがそうおっしゃってみても、中身はそうじゃないですよ。日本はここで貢献しますと。今、熊本に作ってるあれなのかもわかんないけども、監視システムを作っていきますと。そういうのは良くないですよ。どうぞ、ガナハさん、質問、もう一回ガナハさん、知っていただいていいですか。 の厚労省さんが WHO の IHR ワーキンググループで、ミスインフォメーション、ディスインフォメーションが懸念されると、こう言ったんですよ。厚労省は、IHR 改正、自分たちが提出した情報を国民に公開もしていません。そんな中で、われわれ国民はいろんな海外の情報ですとか、原文を日本語訳して、何が起きているかを一生懸命調べています。 何をもって厚労省は偽情報を誤情報と認識してるんでしょうかはいあのすみません、ちょっとそのミスインフォ多分あの現地でえっと担当者が言った言葉と思いますで、うん、えっといずれにしてもですね、一番重要視しているのはあのこの改正プロセスの透明性の確保です。あの えー、じ重要なことは、ですねこのパンデミックにとにかくちゃんと対応す、早くす、適切に対応する、それから、まあ、その今回でいうと、この改正プロセスの透明性の確保が非常に重要だと思っています。ですので、あのーまあ、今あ、ご指摘のあったとおりですね、えーと、日本の改正案というのは、まあ、あの公開してないですけども、これはこれまでですね、えー、とその交渉に影響を与えるためという理由で、えー、と公表しておりません。で 日本だけ公表してない理由にはならないでしょ。僕は公表してるんですよ。だから日本ってなんか本当に特殊なね、北朝鮮の名前出して悪いけども、どんな国なんですかって僕はよその人たちから言われてるんですよ。よその国、もう今、世界一つですから、そんな、あなた責めてんじゃないですよ。あなた責めてるんじゃないけども。なんか 交渉に影響を与えるから公開してませんって、じゃあ、よその国全部してるじゃないですか。日本だけあまりにも特殊すぎる。ちょガランさんそのミス、ミスインフォメーションって、何をもってあなた方がミスインフォメーションしてんじゃないんですかえちょっとあの、ミスインフォメーションを発言したものが、ちょっと今げ、現地に、あ現地というか別の国に行ってますんで、ちょっとあれなんですが、ただ、いずれにしても透明性の確保とで。で あのいやおっしゃる通り、ちょっと日本の改正案を出してないんですが、ただ全体のですね、全体の改正案をその表に出すようにと、透明性確保のために表に出すようにです、ね、今月5日に改正あ、やったその作業部会では、この IHR の改正案を公開するよう、その WHO の全加盟国に対してまあ働きかけをさせていただいたと、でまあ、一部の加盟国からちょっとその支持が得られませんでしたので、その最新の改正案が表に出るということは見送りになりましたけれども。 えとまあ、厚労省としては、そのまあ、あの外務省さんと,ともあのご相談しながらですね、えー、IHR 改正プロセスの透明性が高まるよう、その他の加盟国に、まあ、あの働きかけをしたり、まあ、そのホームページ、それからまあこういう場、まあ、それから国会あの、いろいろなところで、あのちゃんとご,ご質問あの、ご紹介に対応していきたいと、もちろんあのご取材にもあの対応をきちんとしていきたいと思います。すみませんちちょちょっっとと私ののの質問いいくつかちょっと答えてな,いのなんでポイントだけ あの59条改正に59条、ねえー、拒絶留保に関する期間短縮について第2回議連でこ国際化で検討するって配当してましたよね。ねえー、だけど民意や国会無視してたと聞かなかったとでずっと一貫して一貫して、あのー、その拒絶留保は排除するという方針だったのかという質問と、ね、それから今年5月の IHR の大改定後の拒絶留保の検討手続きについても国際語のみで検討して民意や国会を無視するつもりかと例えばパブコメ等ねパブコメ等をやる心づもりがあるのかという質問ともう1つだけあの飛ばされたんですけどもあのアメリカバイデン政権の IHR 改定の目玉にねご存知だと思いますが実施委員会 遵守委員会コンプライアンス委員会ね、これを新設するというのは目玉なんですよ、結構アメリカで言われてて、ご存知のようにね、で、非政府組織の代表も出席、発言できると、で向こうでね、例えばさっき言ったけど、ビル・ゲイツの立場のような人も出席できる会議ができますよっていうのは結構言われてるんですけども、ね、この委員会を新設する狙いを何かねえ、日本の厚労省としてその狙いを把握しているのか、知っているのか、ご存知のところを教えてくださいっていう質問もさっきしたんですけど。 はいえー、とあの2点お答えします。で、えー、まず1点目、59条の方ですけども、あのーえー、と昨年秋ですかね、あのそのようにお答えして、でえー、と国債化、それからまあ上まであの上げてきまして、であのーえー、申し上げた通りのりの判断に。 しておりますで、あの、その手続きにつきましては、あの、いろいろな場で、もちろん国会とも含めですね、あの、ご質問に丁寧に対応していくと。で、実際、あの、えっと、12月ですかね、あの、厚労委員会でも、あの、その、あの、この IHR 関連でのご質問、あの、頂戴しております。え、あの、説明をさせていただいたりとか、まあ、しております。それから、53条の方ですけども、えぇ、あの、いずれにしても、ちょっとその、 交渉中の話ですので、内容についてはちょっとコメントできないということは、あのご理解いただければと思います。えー、パブコメ等を実施しますかあの基本的にですね、えっと、パブコメをするのは、まあ、法律とか、まあ、あの政令とかもありますけども、えー、この件についてちょっと、まあ、今、即答するのは。 基本的に今までの例に習って、あのちゃんとそのホームページでの説明、それからいろんなそのところで今もあのかなり紹介しておりますけれども、そういう説明を尽くしていきたいというふうに考えています。確かアメリカ政府、1月にパブコメやってますよね。ねちょっとまあ,あ、のこの日本政府内の、まあ、あのなんでしょう、あのー、例に乗っ取ってあの対応していくという。日本政府の例に乗っ取らずに、重大なことなんだから。 こう広く意見を求めていただきたいと思いますそういう態度だから何とか国と間違えられるんです権威主義的な国家とね自由主義の国ですから吉野先生ありがとう今ね重要なことを言ったんですけども法律とか政令だったらパブリックコメントをするんだけども今回はそれじゃないからしないっていうことはこれは明らかに 法律や政令より下なんですかいわゆるパンデミック条約っていうのは。あなたが今おっしゃったことを言ったんですよ。わかりますどこの地位付けを制定してるんですか想定してるんですかもしこれ本当に条約だったら大変なことになるわけですよ。日米安全保障条約だって条約ですけども。僕らはそれ懸念して言ってるわけですよ。 勝手に決められて、後で条約だったっていうふうに言われたら困るから、こうやって超党派の人たちがみんな集まって来てるわけですよね。今の質現について説明してください。まあ、あのいずれにしてもですね、その、えー、っと、パブリックコメントにつきましてあの、しないと言ってるわけではなくて、ただまあ、ちょっとその、あの、 そのいろんなです、ね、ものがある中で、の他のちょっと例も見ながら検討させてくださいと、ただいずれにしてもその説明はあのあのさせていただきますということです。今アメリカはやったわけです。ななんんんででそんなに急ぐんですかもしも本当にこれが重要で、ワクチンも効いて、でいろんなまん延策防止とか、ああいうことも効いていたんだったら、急ぐ必要ないじゃないですか。後から日本が1年後に批准したっていいわけでしょ。 何をそんんなに急いでるんでるすかどうして次の感染症がすぐ起こるっていう想定でやってるんですかなんの兆しもないじゃないですか。説明をしてもらいたいです。過去の歴史から見たらそんなスペイン風邪ですとかずっと香港風邪がソ連型とかって言ったらそんな3年おきとか5年おきなんて全然起きてないですよ。そう先生おっしゃったら100年単位ですよ。 過去の事例から考えてこういうのちゃんと歴史的な経緯から考えなきゃいけないんですけどそんなに急ぐ必要がある理由を説明してもらいたいですすいませんあ、よろしいですか。説明をするっておっしゃってるんですが私も厚労省のホームページがどれだけ充実しているのかを再確認しようと思って今朝見たら最終更新が11月の28日なんですよ当たってますよね私もびっくりしたんですよ11月の28日の後にミーティングは何回も行われているのに更新がされてないんですよ これ説明されてないのに説明するって言ってるだけにしか聞こえなくて、まあ、吉野先生がおっしゃる通りと思いま,すまあちょっとあの沈黙が、ね、あの走ってますけど、先ほど議員さんがあの一体あのこれが本当にあの打ったワクチンが効いてるのかどうかということに関しては、実は。 あのワクチン問題研究会という学術団体を昨年の6月に立ち上げましてそしてその,あのメンバーで世界中のパブメドというあの学術論文をしあの調べてこのメッセンジャー RNA ワクチンと副作用という2つのキーワードで調べると。 もう3000本以上の国際論文が出ております。そして、それをの私は担当での訳して、あの論文にしての1月の11日に厚労省で記者会見したときに、その論文あの創設のようなものを、あの厚労大臣に実際に手渡して、これをきちっと読んでくださいということを申し上げております。その中にはもう圧倒的被害が世界中で出てるんだと。 これが世界の認識なんですねで。厚労省の方々もおそらくその実態はご存知だと思います。まあ、知らなかったらこれはね、もうあの全然仕事をしてないことになるんで、まあ、そうい世界の論文が何を語ってるかということをこの厚労大臣がの手渡した論文で。 あの読まれておられると思いますので、ぜひね公の省の職員の方々もそのあの論文をシェアしていただいての今国民がどういう被害を受けているかということを自分のねのやっぱり家族の立場に立ってもう一回の考えていただきたいと思います。うん、ま今日は時間がございませんのであの、まあ、これで終わりますけど、もうあなたたちがね日本の命をさあのつく最後の取り組みなんで本当にね。 あの国民としてきちっとした仕事をしていただきたいと思います。あと、香谷さんと川田さん、あの一言ずつお願いして、最後はあの事務総長に締めてもらいたいと思いますので、えー。香谷先生、はい。あ、香谷先生、ごめんなさい。あ、大丈夫、はい。香谷先生、ごめんなさい、名前。川田先生、お願いします。 ちょっと2回目と3回目、ちょっと欠席してしまったので、えー、今回、1回目から4回目で出たんですけども、やっぱり全く変わってないなと、まあ、本当にこの、えー、情報をしっかり説明するとか、公開するとか、言ってる日本が一番やってないんだなというところですよね。やっぱりその他の国でできてることがどうして日本でできないのか、やっぱ本当にこのことは、やっぱり全くその日本の、やっぱりその、まあ、情報の公開、 やっぱりしっかりそれ、他の国に求めてるって言ってもです、ね、日本国民に対して全くやってない、やっぱりこの今の状態を、やっぱりしっかりやっぱりこう、やんなきゃいけないということを思っているんであれば、やっぱりしっかりやってほしいなと思いますし、それから先ほどから質問していることについて、やっぱりちゃんと答えるということを、やっぱりしっかりやっぱしてほしいなと思いますので。 また次回になって、まあ次回こういうことがないようにですね、やっぱりぜひあのしっかりあの回答の方をしていただきたいと思います。お願いします。はいはいあのありがとうございました。あの今日いろいろ質問出ましたけれども、やっぱり答えになってないものが多かったのとあと担当者がいないので答えられないというものがたくさんありましたので、えー、書面でまとめて、えー、お渡ししますので、えー、第5回の時にはあ必ず明確に担当者からですね回答を、えー、聞いていただいてですね。 答えていいたただきともうあの河津先生とも別の議連でもやってましてそこからずっとやっててもあの回答がいつも不明確であります。そうなりますと我々裏に何かあるんじゃないかというふうに憶測が働くわけですね。 でそういったところで海外の情報が入ってきて海外ではこういう文書出てる議会でこういう話されてるってなるとそれが一人歩きして、えー、国民に広がるわけです。でそれがこう陰謀論みたいなものになって、えー、叩かれるというふうな形になっておりますのでその原因作ってるのは多分回答が不明確だからなんですね。 ので我々がちゃんと国会議員が集まって聞きたいと言ってるんですから、そのことには明確に、えー、次回までにです、ね、答えを用意していただいて、答えていただくと、そうじゃないと、これ、単なるガス抜きで終わってしまって、すね我々集まってあの皆さんにお聞きしている意味がなくなりますので、ぜひです、ね、あの文書にしてまたあの回答を求めますので、第5回には必ずあの回答をしていただきたいということを要望して、まとめに変えたいと思います以上です。 今の話やさ優しすぎると思いますよ <laughs> すみません。というのは前回花口先生が冒頭に言ったその話はその前の会合での話なんですからそれをですよ担当者がいないから答えられないというのはあなた携帯電話を持ってますね。今ここで書いたってジュネーブ伝わりますよ。まあ夜中の時間であるけどもですよ。調べようと思ったら何本でも調べれる話それがなんで2月期3月期。 答えられないか、不思議になられない、僕ここだけはきちっとね、責任を持ってください、あなた。では、まああの、5回目も早めに開きたいと思いますけれども、できるだけ早急にあの文章でも結構ですので、まず回答いただいてですね、分かりました、あの今、あの先生の方から、次回からです、ね、質問も事前に集めておいて、それで、まあ、それに回答いただくような、 そういったあ開き方を検討したいと思いますので、はいあの次回からそういった形で進めていきたいと思いますのでご協力お願いしたいと思います。はい。はい。はい。えー、それでは今日はありがとうございました。また次回よろしくお願いします。